それではただいまから知事の定例記者会見を開催いたします。はじめに知事からお話をさせていただきます。はい、定例会見を始めさせていただきます。私から3点お話をさせていただきます。まず1点目でありますけれども、令和3年度の最初の記者会見ということであります。新年度がスタートいたしました。新型コロナウイルス感染症については変異株の感染が増加をしております。また昨日、宮城県、大阪府、兵庫県に初めてとなりますまん延防止等重点措置が適用されるなど、感染の再拡大が見られるそういった地域が増加をしております。道内においても決して旅団を許さない、そういった状況にございます。札幌市においては感染リスクを回避できない場合、不要不急の外出や往来を控えていただくようにお願いをしているという状況でございます。新年度においても新型コロナウイルス感染症への対応には引き続き道民の皆様、事業者の方々のご理解とご協力をいただきながら最優先で取り組んでいきたいと考えております。先ほどの本部会議でもお話をしましたけれども、保健福祉部に新型コロナウイルス感染症対策課を配置をし、そのもとに医療体制、地域支援を所掌する感染症対策局を新設をするなど体制の強化を図ったところでございます。今後とも全庁が一体となって取り組みを進めてまいります。またポストコロナを見据えた新しい北海道づくりを進める上でも重要な1年とございます。ピンチをチャンス、ハンディを強み、強みを成長のエンジンにという3つの視点で未来を切り開く取り組みにも積極的にチャレンジをしていきたいと考えております。コロナ禍における国内外の情勢の変化、社会変革の動きを的確に捉えて北海道ソサイティ 5.0、ゼロ観光北海道の実現に向けて新年度から体制を強化をしたところでありまして、活力ある北海道づくりに向けて全力を挙げて取り組みを加速してまいりたいと考えております。この記者会見、記者クラブの皆様との共催でございます。今年度についても引き続きご理解とご協力をお願い申し上げます。2点目でございます。新型コロナウイルス感染症についてでございます。はじめに本日2名の方が新型コロナウイルスに感染をされお亡くなりになったことが確認をされました。お亡くなりになった方々に哀悼の意を表しますとともに、ご遺族の方々に心からお悔やみを申し上げます。昨日時点の主な使用についてでございます。全道札幌市ともに新規感染者数先週からほぼ横ばいという状況になっているわけでありますが、医療提供体制等の負荷は先週と比較いたしますと上昇している状況にあります。次に長期的な状況であります。まず新規感染者数でありますが、こちら3月の上旬から現在までほぼ横ばいに推移しているというところでございます。ただし入院患者数、こちらをご覧いただきますと3月から上昇傾向となりまして、現在400床を超えているという状況になっています。重症患者数についても足元については増加傾向という状況にございます。次に札幌市の感染状況であります。新規感染者数については3月から増加傾向が続いております。感染経路不明の割合でありますけれども、一時期は 50% に近い水準になりましたけれども、最近はやや減少している状況がございます。陽性率につきましては低い水準で推移をしているところであります。今の感染状況でございますけれども、11月上旬と同水準ということになっておりますので、内容を比較してみたいと思います。新規感染者数、こちらが同程度であった11月の2日、こちらで比較してみますと、増加の割合が緩やかでありまして、陽性率や感染経路不明が低いという点において大きく異なっています。
一方で札幌市の新規感染者数の割合が高いという点が近い状況がありまして、ここでやはり札幌市内の感染が抑制できるかどうかというのが重要なポイントになっているというところであります。現状の状況について3つの側面から説明をしたいと思います。まずは年度替わりの時期となっていることについて、これは繰り返し申し上げてきましたけれども、注意をしなければならないということがございます。年度替わりは人の移動や会食の機会が通常であれば増えるということでありまして、感染リスクが高まる時期であるということに注意が必要であります。実際にこれまで道外、特に感染が拡大をしている大阪ではですね、春休み中に若者が飲み会などを行うことによりまして、20代から30代の若い世代での感染者が増加をしたと国の専門家が分析をしております。このほか全国的には、いわゆる昼カラオケでの集団感染事例、こういったものが多く確認をされているところで、またじゃあ道内においてどうなのかということですが、道内においては主に若い世代において卒業入学などの道外との往来、普段一緒にいない友人との交流という行動歴が確認されていることに加えまして、高齢者などにおいて接客を伴う物販など、高齢者などが集まる場面、大人数での会食といった行動歴が確認をされ、こうした年度末に伴う人の移動や会食の機会を背景とした行動のほか、先ほどご説明をさせていただきました昼カラオケでの感染が道内でも確認をされておりまして、引き続き感染リスクの高い行動には注意をしなければならない状況にあります。続いて2つ目といたしまして、特措法に基づくまん延防止等重点措置、こちらの対象となりました宮城県、大阪府、兵庫県など感染の急速な拡大が見られる地域が多くなっている、こういったことも注意をしなければなりません。ここで全国的な感染状況を比較してみたいと思います。3月21日までの1週間、28日までの1週間において、全国平均は、7.0 人から 9.3 人ということで、増加をしているわけでありますけれども、これは10万人あたりの感染者数ですね、増加をしておりますけれども、北海道につきましては10万人あたり 9.1 人から 8.4 人ということで、この間減少傾向、減少となっています。この点については、全国的に感染、全国平均でありますけれども、感染が増えていると、また例えば大阪などで急激に増えているという状況の中で、道民の皆様、そして事業者の方々のご理解とご協力、感染防止行動の実践によってなんとか踏みとどまっているという状況ということでありまして、この点について皆さんに心から感謝申し上げたいというふうに思います。一方でこれは1年前と似ている、そういう状況でもあります。これを思い出していただきたいんですけども、道内では独自の緊急事態宣言ということで発出しました。そのことによって感染拡大を一旦は抑え込んだんですけども、年度替わりの全国的な感染拡大、北海道は収まってたんですが、それ以外のところが拡大をする、そして人の移動などの影響、そういったものを受けて感染が再拡大をしたという経験を皆さん、覚えている方もいるのではないかと思っています。現在の道内においては、この他県で見られるようなですね、急激な拡大ということには何とか至ってないという状況にはあるんですが、昨年の4月の経験を踏まえると、やはりこれは最大限の警戒をしなければならないという状況ということができると思っています。そして3つ目ですけれども、昨年と異なる点があります。それは変異株の拡大に直面しているということです。
道内では3月に変異株が確認をされて以降、その疑い事例が大きく増加をしています。変異株については新規の陽性を確認をした後に別途変異株かどうかということでスクリーニング検査というものを行っています。そういったことがあるので時間的なズレもあるんですけれども、新規感染者数との単純な比較はできないんですけれども、ここ最近大きく増加をしているという状況であります。そしてこの変異株でありますが8割以上が札幌市内で確認をされている状況であるということがあります。一方で、全国的にその変異株の確認の数字がニュースなどでも出るんですが、これだけ聞くと北海道だけが変異株が大きく増えているのではないかという印象を持たれる方もいるかもしれませんけれども、これはちょっと全国と比較して説明したいと思うんですが、例えばですね、3月15日から21日までのこれ 国が発表している一番直近のやつがこの数字だったんですが、例えば変異株の PCR 検査実施件数で言いますと、400弱392件北海道やっていまして、圧倒的に日本一検査しています。大阪が多いと言われているんですが、大阪の倍以上やってるんですね。そういう状況の中で変異株のそういった確認があるということです。ですからここの数字がよく地図にこう落とし込まれるんですけども、例えば感染者数が多い東京都で見ますと、この検査実施件数87件、で新規の感染者2100人超えているわけです。だからそう考えると、もしかしたらこれは分かりませんけども、検査をすることによってですね、こちらの数字がこう増えるということにもなるのではないかということでありまして、ですからそういった意味では、積極的な検査を北海道においては実施をしていて、変異株の早期の探知ということに努めているところでありますけれども、多分この全国的に やらないとなかなか一部地域でこうやって突出してやってもですね、全体像がわからないということもあるのではないかというふうには思っているところであります。ちょっとこのここら辺の全国的にばらつきがあるというのは課題だと思うんですが、国としては 5% から 10% と言っていたものを段階的に 40% まで高めていきたいということでしておりますが、すでに北海道においては 57% とかなを超えているという状況にあります。こういったですね、変異株については国のアドバイザリーボードにおいても、現状 その既存株と比べたときにですね、急速に感染が拡大するリスクが高いというふうにされておりまして、人の往来が活発なこの札幌市の都市構造、そういったものを踏まえますと、8割以上が札幌で確認されているという状況もありまして、どうしてもここでしっかりと感染、札幌のですね、拡大を抑制をしていかなければならないということにご理解いただければと思っています。またこれは あまり知られていない方もいるのではないかと思うんですが、変異株に感染された場合でありますけれども、これは原則入院になります。入院になります。これは例えば軽症無症状の方においても原則は入院になるわけであります。そして入院後の退院ですけれども、退院にあたっては2回の陰性確認が必須ということになっていますので、どうしてもこのウイルス量が、その感染をさせる能力がどうなっているのかということで、一般的にはその、既存株だと10日で退院をしてくるんですけれども、変異株の場合2回の陽性検査で検査確認で陰性にならなきゃいけません。ですので結果として、その入院期間というのは長くなるわけですね。ですから結果としてまず原則、そういった症状が軽い方も入院になる、さらには2回の陰性確認が必要になるということから、病床への負荷が非常にこう増加をするということになります。またその感染をされた方についても、例えば既存のそういった株と比較したときに同じような症状であってもですね、そういった意味では例えば仕事に復帰するとか対応されて活動を再開するっていうまでの期間がどうしても長くなります。ですから感染された方にとっても長期間そういった意味では療養が強いられるという状況になります。ですのでそういった状況の中で
入院の負担も増加をしていると、またこれ全国的にもそういう状況だということであります。そしてこの医療提供体制の負荷の話ですが、まあ、札幌市内においてはですね、そういった変異株の確認が多いということももちろんあるんですけども、高齢者の方も感染者の方が多いという状況がございまして、この入院患者の方、そして重症の方が増加をしていると、まあ、今重症の方の全てが札幌になってますね。全て札幌市の方という状況になってますので、そういった点も留意しなければならないという状況であります。そして4月からは企業団体なども新年度の事業活動が始まるわけでありまして、まあ、来週からは学校大学の新学期ということでスタートします。来週からは高齢者向けのワクチンの供給も開始ということになりまして、ワクチンの接種の動きも本格化をします。感染拡大防止に向けてそういった意味でも重要な時期になるわけです。道民の皆様には日常生活における感染防止のこういった徹底ですね、定着に向けてまずは、まあ、今一度これは手洗い、咳エチケット、マスク着用、いつでもどこでもこういった基本的な行動について実践をしていただくこと、このことをお願いしたいと思います。変異株についても大変警戒をしなければならないんですが、基本的な感染防止対策は変異株であっても同じでありますので、こういった基本的なそういった行動についてまずは皆さんにしっかり徹底をしていただきたいと思います。そして今年の入学式やお花見などの恒例行事でございますが、こちらにおいてはお一人お一人の感染防止行動の徹底をお願いをしたいと思います。特にこれは感染リスクが高いとされる飲食の場面、こういった点にはご注意いただきたいと思います。この時期の歓迎会や新歓コンパなどは控えていただくように、これは改めてお願いいたします。また飲食をされる際、飲食をする際ですけども、黙食のキーワードを思い出していただきたいと思います。これも何度もお話をしておりますけども、黙食っていうのはじゃあ一切話をしないで、黙って食べるのかと言ったらそうではないわけでありまして、4人までの少人数、短時間、深酒をせず、大声を出さず、会話の際、食べるときはマスクを外さなきゃいけませんから、マスクを外して食べていただいて、楽しく会話をしようというときにはマスクをしていただくということで、行動を実践していただきたいということであります。そして人の移動が活発となるこの時期でありますけれども、改めてでありますが、感染リスクを回避できない場合については、今札幌市の感染が非常に多いという話、変異株の8割以上が札幌ですよ、札幌の感染を抑えなきゃいけません、全道に広がっていくことを防がなきゃいけない、このために札幌市内においては感染リスクを回避できない場合は不要不急の外出を控えていただく、そして札幌市との不要不急の往来、こちらを控えていただく、この2点について取り組みの徹底を皆さんにお願いをいたします。また4月5日からの取り組みであります、まん延防止等重点措置、こちらが適用されました宮城県、大阪府、そして兵庫県のお話をしましたが、こちらとの不要不急の往来、こちら控えていただくようにお願いをいたします。このそれぞれの3府県につきましては、それぞれの府民県民の方々に往来の自粛が呼びかけられてますけれども、我々もそういった不要不急の往来を控えるということを道民の皆様にはお願いをしたいと思います。道としては感染が再拡大をし、医療提供体制などに支障が生じるまん延防止等重点措置となるような事態、これには至らないようにしなければならないわけであります。道民の皆さんのご理解とご協力が重要であるというふうに考えております。改めて皆さんのご理解とご協力をお願い申し上げます。なお国ではですね、札幌市内の事業所のご協力をいただきまして、無症状の方に焦点を当てたモニタリング検査ということで PCR 検査
を昨日から順次実施をさせていただいているところであります。今までこういった症状がある方ですとか、感染が拡大しているところで感染確認がないそういった高齢者施設などでも検査を実施してきましたけれども、国と連携をして札幌市内の事業者の方に協力をいただいて、無症状の方に焦点を当てたモニタリング検査ということで昨日からやっています。こういったモニタリング検査の動向をどうとしても注視をしていきたいというふうに考えてますし、必要な検査の実施に向けて準備を進めてまいりたいと考えています。次に、時短や外出自粛等の対策によりまして経済的な影響を受けている事業者の皆様に対する支援であります。国では緊急事態宣言に伴う対策によって影響を受けた事業者の方々を対象といたしまして一時支援金制度を設けております。この申請については5月末までということになっておりまして、その申請を今受け付けています。緊急事態宣言が発令された地域だけではなくて、これは繰り返し我々としても緊急事態宣言が出たところと出てない地域に差が出ているので、できるだけ出てない地域でも対象を拡大してほしいということでお願いをしてきたわけでありますが、その緊急事態宣言が発令されていない地域、我々北海道についても事業者の皆様申請をすることができます。当然条件があるわけですが、特に旅行関連の事業者の皆様につきましては、その申請に必要な書類が大幅に簡素化されています。これは売上減少をこの証明をしていかなきゃいけなかったんですけど、そもそも北海道は緊急事態宣言が出ている地域のお客様が多く旅行などで来られていることからですね、そういった必要な書類を大幅に簡素化するということで我々も繰り返しお話をしてきた中で認められまして、この支援金の給付の対象になるという可能性がありますので、この点についてどうか申請いただきたいものですからご確認をいただきたいということであります。そして国の一時支援金、これが受給できなかった事業者の皆様についてはどうも特別支援金、こちらをぜひご活用いただきたいと思っています。昨日から申請の受付、こちらを開始しております。専用のコールセンターも設けております。時短や外出自粛等の影響を受けた道内の事業者の皆様にはこちらをぜひ申請をご検討いただきたいというふうに考えておりますので、まずは国の方の申請ができるかどうか、そしてできなかった場合についてはどうもこういった制度をぜひご利用いただくことを検討していただきたいというふうに思います。そして次でありますけれども、同社は感染拡大防止策を徹底した新しい旅のスタイルを構築をして普及定着をさせていくためのモデル事業ということで、本日4月の2日から開始をいたします。利用期間は本日から4月の30日までになっております。4月1日現在で715件の事業者の方々がこのモデル事業に参加をしていただいております。この事業では事業者によります施設の感染対策のみならず、利用者の皆様にもこれまで以上に感染拡大防止に向けてご協力をいただきたいと考えております。具体的にはマスクの着用、手指消毒などこれまでの取り組みに加えまして、食事や入浴の際の先ほどご説明した黙食、そして黙浴、そしてこれらに確実に取り組んでいただくために同意書を提出をいただくという形になっております。また利用にあたっては同居者の方または個人の方によるところ、個人の方が対象になります。お住まいの区域内の旅行ということで限定をさせていただきます。確認にあたってはどうやって確認するんだということですけれども、保険証などを ご提示いただくことになりますので、そういった提示が求められることがあります。煩わしいという思いもあるかもしれませんが、感染対策を徹底した上で事業を進めたいという趣旨にご理解ご協力をいただければというふうに思います。なお今回のモデル事業を推進していくためにですね、新しい旅のスタイルの普及定着を図るために、黙食黙浴、そして同居人同士域内旅行ということで
呼びかけるピクトグラムを作成をいたしましたので、ぜひ新しい旅のスタイルに取り組む多くの事業者の皆様に、施設内の入り口や受付といった目の留まりやすいそういったところに掲示をしていただくなど、積極的にご活用いただければというふうに思っています。そのような取り組みをやっているというところは多分他にないと思ってまして、まあ、北海道の旅行は日本最高のレベルの感染対策をとってこういったモデル事業を やるということをアピールすることによって、北海道の観光の価値、こういったものを高めたいというふうに考えてますので、ぜひ多くの皆様にしっかりと感染防止対策をされた上で静かな旅行を楽しんでいただきたいと思っております。最後になりますけれども、繰り返しでございますけれども、本道は移動や会食の機会など感染リスクが増加をする、そういった時期を迎えております。そして全国で初めて特措法に基づくまん延防止等重点措置、これが昨日適用されるなど、全国的な感染拡大の影響にも留意しなければならないところであります。さらに急速に感染が拡大する、そういったリスクが高いとされる、先ほどからお話をしている変異株、これによる影響にも警戒をしなければなりません。本土はこうした厳しい状況に直面をしております。党としては引き続き勢いを緩めることなく、感染防止の徹底に取り組んでいくこととしております。道民の皆様、事業者の方々におかれましては、これまでも大変なご協力をいただいて何とか踏みとどまっているという状況がございますので、引き続きのご理解とご協力を心からお願いを申し上げます。3点目でございます。先週末の3月26日 JR 北海道等に対する国の支援の根拠となります、国鉄清算事業団債務等処理法等の一部を改正する法律、こちらが成立をしたところでございます。この度の法改正にあたりまして、赤羽国交大臣におかれましては、本道の特殊性や鉄道事業の経営の厳しさに、格別のご理解とご協力をいただきましたことに、心から感謝を申し上げる次第であります。加えて同期会をはじめとして市町村や経済界の皆様方にも大変なお力添えをいただきました。そのことに対して改めて知事として深く感謝を申し上げる次第であります。同期会が閉会をいたしました翌日の3月25日でありますけれども、 JR 北海道の島田社長をお招きをしまして、私から本道の鉄道交通ネットワークを担う交通事業者としての覚悟と使命感を持って、経営の自立と路線の維持活性化に向けてしっかりと取り組んでいただくように直接お伝えをさせていただきましたほか、地域からの協力や支援を受けることに対しまして鉄道事業者である JR 北海道の決意や覚悟といったものを広く道民の皆様に発信をされるようにお願いをしまして、改めてですね、所管でも、お伝えをいたしました。党としては JR 北海道や地域関係者の皆様との連携を一層強固なものとしながら、鉄道の利用拡大に向けて、取り組んでいく考えでございます。以上3点、私から以上です。それではまず、ただいまお話ししました話題に関するご質問をお受けいたします。発言の際は挙手の上社名とお名前をお願いいたします。質問ございませんか。STB の森永と申します。宮城とか大阪への、まあ、本来自粛要請ということですけど、これ期間についてはいつ頃まで想定されているんでしょうか。これはまん延防止等重点措置が1ヶ月間予定されてますから、ただしその期間についてもですね、今後の感染状況を見て変更になるという、まあ、これ短くなるという可能性もあるんじゃないかなと思ってますので、基本的にはそういった対策が継続される中では呼びかけを続けていくということを考えています。ですから基本的にはそのまん延防止等重点措置が講じられている期間についてお願いしたというふうに。よろしいでしょうか。他にございますか。
は石原さん。NHK の藤井です。まん延防止等重点措置に関連してなんですが、大阪の吉村知事なんですが、このまん延防止等重点措置が出されたことで聖火リレーの中止について明言されました。大阪市についてですね、これについての知事としての受け止めをまずお伺いできればと思います。はい、会見などでもお話をされてますけども、まん延防止等重点措置が適用されるという状況の中で、大阪市においてはですね、不要不急の外出の自粛などをはじめさまざまな対策が講じられる中での判断だというふうに受け止めています。合わせてなんですが、都としては横ばいの感染状況が続いているということだと思うんですけれども、今後はそういった事態に陥った場合について知事としてはどういう判断になるのか、今現在での考えをお伺いできるかと。今札幌市内でのですね、感染拡大、これを非常に注視をしていまして、今感染リスクを回避できない場合については不要不急の外出と往来の自粛をお願いをします。今後感染が拡大をしていった場合についても、例えば全道で10万人あたり15人を1つの指標としてですね、まん延防止等重点措置、これを要請を検討するということを申し上げています。そういう感染が急激に拡大するような状況になれば、そういった聖火リレーのありかについても慎重に検討せざるを得ないという状況になるというふうに思います。2点目なんですけれども、これも大阪の話なんですが、まん延防止出されたことで マスク会食の義務化っていうのも取り上げていましたけれども、どうとしても今マスクをつけての会食っていうのを皆さんに求めている状況だとは思うんですけど、それをさらに強めるということを、これをまん延防止がされてからなのか、今後やっぱり増えて傾向が見られるときにも考えられるのかなとは思うんですが、そのあたりについての考えをお伺いします。まん延防止等重点措置がどういった対策が講じられるのか分からなかったんですが、今判明している状況を考えますと、そのお店をに行くにあたって来店時にですね、そういったマスクの着用について義務付けを行うということでありまして、またそういった利用者の皆さんに対する、そういった取り組みを促していってほしいということなんですが、そのマスク会食自体がその法に基づいた義務化されているという状況ではなくて、その呼びかけということなんだと思います。そういう意味ではそこだけを切り取ると今の我々が言っていることと同じだと思っています。例えば飲食の場面で食べるとき口に入れるからマスク外します、で食べていただいて、でお話をするときはマスクしてくださいということをお願いしています。ですからそれがまん延防止等重点措置の対象になっているのかいないかの違いで、我々としてはもうすでに、協力のお願いを特措法に基づいてしているので、そういった意味では今はお願いしているということだと思っています。よろしいでしょうか。他にご質問ございますか。前の方。北海道新聞の岩崎と申します。よろしくお願いします。国のまん延防止等重点措置に関連してもう一点お伺いできればと思います。今知事もおっしゃってくださったように、全道で、10万人あたりの新規感染者数が15人以上の状況になった場合に国への要請を、検討するという形だと思うんですけれども、これはその法の立て付け上、そういったその北海道全域で15人という目安になってくるかと思うんですが、今の知事の危機感などをお聞きしてますと、札幌での感染拡大というのは非常に続いている状況で、変異株も、継続して確認されている状況ということがあると思います。早期に全道への拡大を防ぐためにも、例えばその国のまん延防止等重点措置の検討の段階をですね、その10万人あたりの15人以上という目安ではなく、その見直しが例えば必要ですとか、そういったお考えはありますでしょうか。一つですね、国が示しているステージ2とかステージ3というのがあるんですが、その部分で考えると人口10万人あたり15人って一つの、指標、新規感染者数で言えばですね、状況になっています。ですからそこに一定 の, ラインを引くっていうのは私は妥当じゃないかと思っているんですが、ただ今回ですね、対象になった宮城県、大阪府、表で見ていると、その3府県
一応ではないんじゃないかなと思ってです。あの人口当たりの感染者数、その15人をはるかに超えているような状況でも、対象になっていなかったりしたわけですね。ですから、そういう意味では、まあ、我々としてはその、まあ、適用のところが出る前から、まあ、大体その15人って一つの、しようとしてきたんですけども、実際にあの適用されたところを見ると、どういった基準でそのまん延防止等重点措置にあの認められるのかっていうのが、正直まだ不透明なところがあると思います。まあ、あの自治体が要請をしたら基本的にそれは国会の付帯の中で、それを尊重するってことにはなってますが、例えばあの先手先手っていうことでもう感染がもうほとんど出てなくても、じゃあ出したら国として認めるのかって言ったらそうはならないと思います。ですから、そういうことを考えると、まあ、今回あの3府県で出たので、どういった条件の時にまん延防止等重点措置を国として最終的に判断するんですかっていうことを、ちょっとこれ知事会として確認する必要があるんじゃないかなと思ってます。そうじゃないと結局、我々は15人で先行指標ですから、病床の負荷とかを遅れてくるので、病床はそんなに負荷が生じてなかったとしても、10万人あたり15人に到達して早めに対策を講じようということで国と協議しても、いやそれはもう全然もう箸にも棒にも かかりませんよということであれば、結局認めていただけないということになります。ですから、そこら辺をですね、今回初めて3府県対象になりましたから、どういった基準であのまん延防止等重点措置になるんですかということをちょっと教えていただかないと、これは北海道だけじゃなくて他のところもですね、例えば沖縄とか対象なんてないです。で人口10万人あって15人なんてはるかに超えてます。ですからそういったあの病床も厳しいですよね。ですからどういう状況になったらあの対象になるのかっていうのをちょっとこう教えていただかないと、なかなか作戦がこう立てづらいっていうのがあるんじゃないかなと思ってるんで、そこはちょっとあの聞きたいなと思います。ありがとうございます。もう一点だけすみません、もう一点確認だったんですけれども、知事としてはその全島で10万人あたり15人以上を一つの目安とするのは妥当だというふうにお考えだというふうに今お聞きはしたんですが、それを例えばあの地域を限定してですとか、その札幌市だけで、絞ってみるですとか、そういった形での見直しは特に必要はないと思います。まあ、あの札幌での感染状況が、まあ、全島に与える影響が大きいんですね。あの結局新規感染者数の7割ぐらいが札幌になってますから、ですから札幌の数字がぐいっと伸びればですね、結果としてあの人口10万人あたり15人というところに引っかかってくるというところはどうしてもあるんです。ですから、まあ、そういう意味ではあの札幌の状況というのを当然あの、まあ、注視しなきゃいけないと思ってますし、まあ、いずれにしても今回の外出自粛、往来自粛についても、まあ、あの他の地域に比べるとちょっと早すぎるんじゃないかという意見もあるかもしれませんが、対策を講じてなんとか今踏みとどまっています。ですから、こういう状況なども見ながら、もう早めにあの対策を講じていくということが重要じゃないかと思います。よろしいでしょうか。他のご質問ございますでしょうか。日本経済新聞高橋です。あの先ほど知事が原則入院だというおっしゃられた変異株 の対応の話なんですけれども、あのその厚労省の事務連絡というのは3月31日付で改定していて、あの宿泊施設の療養も可能だというふうな見解を示しているということがあります。その辺についてのご感想ご見解を教えてください。あの宿泊療養施設にあたってもですね、医師の判断においては忘れてみるとできるんですけども、あのまあ、今も、まあ、そういった軽症な方などについて医師が慎重に判断した上で対応している事例はありますが、ただ原則入院だということと2回の陰性確認でこれがあります。ですからあの、まあ、2回の陰性確認、あのこの部分をどうしていくのかっていうのを少しこう整理する必要があると思っています。でこれもちょっと知事会で言おうかなと思ってますが、あの今このスクリーニングやってるんですが、北海道日本で一番やってますけども、結局これをやってどうするんだっていう話があるわけですね。っていうのはまずこのスクリーニングでどれぐらいあの感染の流行がですね
変異株に置き換わっていくのかっていうのは分かるんですが、もう一つ重要なのは、要は海外で言われているように感染の力が強いのかとか重症化しやすいのかっていうのが日本において果たしてどうなんだっていうことは、これは、まあ、北海道でも今いろいろ調べてちょっと考えてますけども、日本全体でそういった検体の情報を集めた上で分析しなきゃいけないと思うんですよ。これをやってないから結局、その変異株に対する対策について、まあ、一番安全なのは入院して陰性確認2回っていうのは、これはまあ当然やればですね、隔離期間長いですから、まあ、当然有効なんですが、でも医療提供体制を負荷がどんどん増えていきます。例えばそういった無症状軽症の方でも慎重にならざるを得ないですね。ですからそういったことを考えると、しっかりしたエビデンスをまず整理して、日本全体でこれぐらい結構変化が出てきましたので、その状況でどういったクラスターの伝播のですね、感染力が強いのか、またその重症化リスクというのは現時点の速報でどうなのか、でその上で入院の取り扱いや退院の取り扱いをどうするのかというのを早急に整理をしないと、今急速に伸びてしまっているので、例えば急速に伸びたほとんどが変異株で、東京が今ものすごい少ないですよね。東京2000人いて80件しかやってないんです。でこれを例えば北海道並みに400件ぐらい例えばやって、変異株の確認が多くなったら必然的に入院がすごい増えますね。ですからそうすると病床の負荷が一気に負担が増えるわけです。ですから、そういったことも踏まえて少し国として今の速報でいいと思うんですけど、こういう傾向が見られるっていうのを整理した上で対策の検討っていうのがする必要があるんじゃないかと思いますし、これちょっと知事会でも提案できたらしたいなと思います。他にご質問ございますでしょうか。前の方。すみません、朝日新聞の松尾です。まず、今変異株の話が出たので、そちら先にお伺いします。今変異株の知事がお示しになっているこの日本一の数字は、変異株 PCR の数であります。一方でその確定させるためにはプロトコル上しょうがないんですが、ゲノム解析を行っていると。このゲノム解析の体制については、知事は強化されるお考えがあるかどうか、そのあたりお願いします。はい、これ重要なんですけども、スクリーニング検査で、どの変異株かわからないんですが、とりあえずスクリーニングができます。で、その後、うちの場合はゲノム解析までどうとしてはできるので、やってます。で、その処理能力についても増やしていきたいと思ってます。一方でゲノム解析できてない県もあるんですね。ただスクリーニングだけやって国立感染研に送る。でうちの場合ゲノム解析して、どうとしても変異株の特定を行った上で最終的にまた国立感染研にも送ってます。ですからちょっとこの扱いだけでも各都道府県によって異なる状況になっちゃってるので、ここもちょっと精神する必要があると思ってます。ただいずれにせよ民間機関も含めてそのゲノム解析ができるところっていうのは限られてますから、あそこをどうやって効率的にやっていくのか、今国立感染研にいろいろ検体を送ってますけども、多分相当目詰まりしてるんじゃないかなと思うんです。全国からもどん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 来るわけですから。なのでそれはだから一極集中でやることによる効率性っていうのもあるかもしれないし、地域ごとでやる即効性ですねっていうのもあると思いますし、スクリーニングさえやってればとりあえず変異株かどうか分かるので、そういう意味で初動のスピードっていうのはそこで足りる部分もあるんですが、ちょっとそこら辺も含めてやっぱり考えていく必要があるかなと思ってます。ただ北海道としてはやはり能力を高めていきたいとは思います。わかりました。今同園系の方の機械1台で、1回に24件とかそういった数字を聞いたことがあるんですが、そうするとそういった体制を強化されていくと。そして次にお伺いしようと思った点なんですが、迅速性についても知事おっしゃいました。そうするとこの迅速にゲノム解析まで持っていくような体制を作ることによって、知事はそのモニタリング的なその監視体制を強化するというお考えなのか、何かその対策として、どう生かしていきたいのか、お考えがあれば、ざっくり結構ですのでお願いします。
まあ、これは医療関係者の皆様にも大変なご協力いただけなければならないので、すぐできるかどうかは別として、やはりその変異株は感染力が強いとされている、重症化しやすいとされているということで、まあ、海外から報告があるわけですが、実際日本でどういう状況なのかということ、また北海道においてどういう状況なのかということについて、やはり分析をする必要があるだろうと思っています。まあ、これはちょっとまだ皆さんにお示しできるような状況ではありませんが、まあ、そういったことをやる必要があるだろうと思っています。またそういった英国株におけるですね、確認だけではなくて、これはどんどん変異してきますから、そういった意味では一部そういった PCR 検査をすり抜けるようなものも出てきているかに海外では報告があると。ですからそういった意味では今後もですね、そういった新しい置き換わりが起きてくることも想定されるわけですから、そういった予兆を掴んでいくためにも、基本的には足元でですね、ゲノム解析がしっかりできるということは重要だというふうに思ってますし、これはコロナだけではなくてですね、感染症っていうのはいろいろこれからも出てくるわけですから、そういった能力っていうのを向上させていくということは、そもそも感染症に強いそういった地域、北海道を作るということにもつながっていくと思ってますので、まあ、今回衛生の体制、衛生研究所の体制も強化しましたけども、そういったことも踏まえて、対策を講じていく必要がある。ただサンプル数がやっぱり全国で見た方が絶対より信用性の高いものが出ると思いますから、できればその感染力や重症化については国で収集しているわけなので、収集しているのでお忙しいとは思うんですが、そこはぜひちょっとやっていただけると我々としてはありがたいなというふうに思います。すいません、最後の次話題変わりまして、新しい旅のスタイルについてお伺いをしたいんですが、まあ、今日知事予断を許さないとか、そういったその警戒感の強い、まあ、メッセージも発せられました。その中で今回この新しい旅のスタイルを実施する決断をまあ、されたということで、実際に今日から始まっていると、まあ、定期的なその抜き打ち検査もするということなんですが、知事としてはどういった点に注目して、これを続けていきたいのか、そしてあるタイミングが来たらおっしゃったような条件によってトリガー、中止というトリガーを引くお覚悟があるのか、そのあたりを教えてください。まあ、まずこの事業実施にあたってはですね、GoTo トラベル事業、これは国の事業でしたけれども、停止機能、ブレーキ機能がまあ、なかったというか、制度設計時にですね、そういう状況の中で大阪と札幌についてはある意味では非常に厳しい判断を強いられた事業でもありました。道民割については道民の皆様が道内をご利用いただくということで、まあ、昨年大変好評を得て、一定のそういった地域への経済効果もあったと思っています。しかしながら今の感染状況で同じことができるのかというふうに考えたときに、まあ、これは当然今回のモデル事業をやらなくても一般のご利用として、そういった宿泊事業の利用というのはあるわけです。これは当たり前のことです。その中でやはりこういった警戒感を高めなければならない時期に、全国で最も厳しい感染対策を事業者と利用者が一体となって、さらには地域限定、同居者など限定にして取り組むことによって、その万全の対策を講じた中でもこういったモデル事業をやることが結果としてそういったこの時期にですね、適切な感染対策をみんなで取る結果につながっていくんだというふうに私は考えてますし、そのような事業にしていきたいというふうに思っています。当然万全の対策を講じるとは言ってもですね、万が一そういった感染確認があった場合については一時そういった施設の利用停止、複数出た場合はそういった地域での停止などそういったブレーキ機能、これをしっかり機能させていくことが重要だと思っています。ただですね、私はこれは以前から申し上げているんですけども、例えば普段一緒にいる同居者の方と静かに温泉に入って静かにご飯を食べていただいてマスクを着用してお話をする、そういった中で感染がクラスターが発生しましたとかですね、そういった事例というのはないんですね。ですからそういったこともあります。
そして宿泊、旅行関係のそういった事業者の方も大変厳しい中で感染対策を万全にしながら何とか経営を持続させようということで努力しています。ですから利用者と事業者で協力しながらその新しい旅のスタイルを一緒に作って何とか感染が拡大をしない中でみんなで協力して北海道のそういった産業も、何とかこう厳しい状況を何とか乗り越えられるようにしたいというふうに思ってますので、ぜひですねこの事業を利用される方につきましてはそれが北海道を助けるためにもなるし、その旅行関連の事業者の皆様のためにもなるので、そういった大声を出さないだとか深酒をしないだとかマスクをつけようとかそういったことにご協力いただいてですね、ぜひ静かなそういった旅行をですね楽しんでいただければありがたいと思っています。最後です。その先ほどの対策本部会議でもですね紹介があった中でこの関係団体の中からですね札幌についても、まあ、条件が整えば解除してほしいという強い業界の声がありました。今札幌が除外されているということは、まあ、アバウトですけど500万人のうち200万人程度は少なくとも対象外であると。で一方で道民割の残りの30億円を使っているものだと理解していますが、まずそれで30億円で十分その需要を700件を超える事業者の間で十分に足りるものなのかということと、あとはその道民の半分弱が対象にならないということについて若干その不公平感はないのか、その2点について最後お伺いします。まあ、その札幌を停止していることに関してさまざまな声が寄せられていることは承知をしています。また団体の皆さんからもお声をいただいております。しかしながらですね、まあ、今の足元の感染状況などを踏まえますと、先ほど申し上げた通り感染リスクを回避できない場合、不要不急の外出と往来を控えていただくということで、その強力な措置を今札幌市内に行っているところでありまして、そのような状況にある中での、今回の考え方であるということについてご理解いただきたいと思います。しかしながら感染がしっかり抑制をされ、状況が改善した場合については、これは当然専門家のご意見などもいただきながら、その事業再開をしていくということも検討していくわけでありまして、そういった際には提唱されていたことなども勘案した中で、適切に事業を施行していきたいというふうに思っています。まあ、ちなみに予算の規模などについて言えばですね、まあ、昨年道民割なども行いましたけれども、そういった状況なども踏まえながらですね、そういった規模というのを考えておりますし、各宿泊施設への割り当てとこういうことも整備をしておりますので、まあ、一定のそういったご理解がいただけるような内容になっているというふうには考えています。よろしいでしょうか。他にご質問ございますでしょうか。HBC の竹村です。今の新しい旅のスタイルに関連して、質問です。3点伺いたいと思います。1つ目は、今ですね、札幌、16日まで、冬吹きの外出自粛行われています。16日で例えば解除できるというふうになった場合はこちらの新しい旅のスタイルも再開の可能性というのが出てくるということでしょうか。基本的にはですね、そういった状況を満たせばステージが下がってくるということになりますので、専門家にご意見をいただきながらも慎重に再開をするかを検討していくという状況になると思います。表裏の関係になるかもしれないですけれども、もしそのステージを下げられないという状況が続いていた場合は札幌市の不要不急の外出自粛要請なども延長する可能性というものがあるんでしょうか。まあ、まずは16日までですね、対策をしっかり講じて、その感染を抑制したいというふうに考えてますが、まあ、当然その期間が終了する前にですね、その後の対策をどうするかについては足元の感染状況や医療提供体制の状況を見ながら、また今回具体的な新規感染者数の目標数字も出してますし、病床の負荷の数字も出してますから、そこら辺などの達成状況も踏まえ考えていることになるということです。
あとは今回の新しい旅のスタイルはそのモデル事業としてやられていると思うんですけれども、今回その停止というところの基準が出てきているんですが、これ終わった段階でそのなんとこの対策が有効だったですとか、そして検証もまあ有効なのかなと思うんですが、そのあたりはどうか。はい、これは検証したいと思ってます。アンケートなどもですね、お答えをいただく形になってますし、また先ほど言った抜き打ちの検査なども行っていきます。これはモデル事業でありますので、その事業実施にあってですね、いろんな声が皆さんから寄せられると思いますが、そういったものをしっかり分析をしていくということは大事だと思ってます。よろしく、ありがとうございます。今回ある地域で複数発生したときに、その研究で停止というふうに研究されています。この複数というのは2つ以上という解釈でよろしいんでしょうか。この点もですね、いろんな状況があると思ってます。例えばクラスターといっても、これは1つ5人以上ということになっているんですけども、じゃあ例えば4人がですね10個形成したときに、じゃあそれはどうなんだっていう、当然そういった慎重な対応をしなければいけないというふうに思いますし、一律にそのじゃあ2つなのか何なのかということは難しいですが、少なくともまずはそういった施設で感染が確認された場合はですね、これは集団感染ではなくても、その感染状況どうだったかというのを当然確認します。これは行動歴も含めてですね、施設利用の状況だとも確認します。でただ何にもルールがないと、それはどういう感覚なんだって話になりますから、そういう意味で1つ集団感染ということ、これ5人以上です。でまた複数というのはこれ 2施設以上ということになります。そういった中でですね、慎重に考えていくということになります。ありがとうございます。他ご質問ございますか。はい、マインチームの宮田と申します。変異株の話に立ち戻りまして、病床の逼迫、病床に負荷がかかると、既存株ということですけれども、今、道内にある病床が1200程度だというふうに聞いておりますが、今後拡大したりですとか、ピーク時の要請をより多くの施設に呼びかけるということはありますでしょうか。今ですね、この病床についても国の方が、検査と病床についてそれぞれ4月5月までに計画見直しをしましょうということになっています。今1200っていうお話がありましたけれども、これはですね、現に確保しているそういった病床になりまして、最大確保病床については1800を今超えている状況であります。しかしながら、その一般病床を、その負荷をかけながらですね、コロナの病床を押し開いていくっていう形になるんですね。どうしてもですから、それは感染の拡大フェーズに合わせて病床っていうのは拡大していきます。ですので今札幌についてはですね、札幌の感染状況が厳しいので、札幌市内の病床について今拡大しました。ですから、そういった状況については当然、病床の逼迫具合を見ながら、適切にその病床の数を上げていきます。でそれとは別に、先ほど申し上げたような検査と病床というのは4月5月に今計画を見直すと。基本的には国が言っているのは最大の感染者数の倍ですね。例えば北海道で言えば、900を超えた時期がありました。ですから1800ってなると収まるには収まるんですけども、基本的にはそのどうやってさらに病床を増やせるのかっていう観点で、皆さんとお話をしていくということを考えています。よろしいでしょうか。他の方に関してご発言の会社の方よろしいですか。それでは他の方すみません、朝日新聞の斉藤です。冒頭にありました五輪の聖火リレーに関連してなんですけども、その6月の13日から14日に北海道でも聖火リレーありますけども、その時、中止するかどうかっていうことについては、その時の感染状況を見て慎重に検討されるということでしたけども、事前にですね、その聖火リレーを中止するかどうかの、その道としての基準を設けるとかですね、あるいはその
まあ、中止ということにこうする、検討するというのは、その見物客が密集してですね、まあ、感染リスクが高まるという、そういうリスクを回避するためということがあると思うんですけれども、そういった観点からその密集を防ぐための対策をどうとして講じるとか、そういったお考えは今のところ終わりかどうかというのをお聞かせください。はい、今回聖火リレーにあたっては、まあ、大阪が今回、まあ、中止、まあ、大阪市内ですね、中止ということで判断しました。で、一つまん延防止等重点措置の対象になった場合、そういったことを許容する、まあ、その結局あれは組織委員会と話しなきゃいけないんですよ。なので感染状況というのは都道府県知事や市町村長が知ってますので、まあ、それをこう報告をして自分たちの意向も伝えて組織委員会が協議の中で判断する。ですから今回の大阪の判断というのはある意味では組織委員会の判断でもあるというふうに思いますから、当然同様の状況になったときには中止というのを含めて検討することになるというふうに思いますから、まあ、一つまん延防止等重点措置というのが一つあるんだろうなというふうに思いますが、ただそこの基準が今はっきりしないので、そこは国にちょっと基準を聞きたいなと思っています。まあ、いずれにしてもそういった強力なですね、対策を講じなければならない急激な感染拡大の状況の中では、例えばそういった感染が急激に拡大している地域は除外をするとか、そういったことも含めて慎重に検討する必要があるというふうに思っています。それとあと聖火リレーをご覧になる中で密集などが起きている状況があります。これは先行してもすでに実施しているところなので、そういった対策を講じていかなければならない指摘など出てますので、そういったことも踏まえて我々としてはそういった感染リスクを回避できるような対策についてしっかり検討していきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。他プランに関してございますか。よろしいですか。それではここからは、その他のご質問をお受けしたいと思います。ございますか。はい、北海道新聞の村田です。2点お伺いいたします。昨日4月の1日付での人事が出されました。まずその今回の人事のポイントについて教えていただきたいのと、その中でですね、地方省庁から出向されていらっしゃる方々のうち、お二人が部長に昇格されました。その狙いを教えてください。で、女性登用に関してなんですけども、前年をこう上回っているわけなんですが、やっぱりこう全国などと比べるとですね、こう若干厳しい状況にあるのかなということが見受けられます。この女性登用の全国的にも低い現状、道庁の現状についてどのように受け止め、来年度以降に向けてですね、どのような取り組みをされていきたいのか、主にこの2つ教えてください。まずはですね、機構改正人事にあっては限られた人員の中で、スクラップ&ビルドで組織、機構、そういったものを考えていかなければならないということを基本に検討を行いました。また先ほどお話のあった国から来ていただいている方々、これは国から来ている方々だけではなくてですね、人事っていうのは当然その適材適所ですね、これまでの経験だとか、またその能力に応じて、仕事をしていただくという観点で、人事を行っております。で、繰り返しにこれになってしまうんですが、新型コロナウイルス感染症への対策、これは現下最重要課題という中で、新型コロナウイルス感染症対策課、こちら配置いたしました。またその医療体制、地域支援などの感染症対策業務を所掌する感染症対策局、こちらを新設いたしました。これはコロナ対策の体制強化です。また先ほどもこれも申し上げましたが、ソサイティ 5.0、またゼロカーボン化へ、この実現のために全庁を挙げて取り組みを加速させていくための次世代社会戦略化、またこのゼロカーボンにおいて言えばですね、関西の中にグリーン戦略担当局長、また省エネ、新エネ促進室、こういったものも新設など取り組みました。
まあ、同性を取り巻くそういった行政課題、そして今後挑戦をしていく、そういった取り組みに対してですね、気候改革、気候改善などを踏まえて、人事を行ったところであります。そしてお話のありました女性の登用率の話ですけども、これはですね、今回課長級以上に占める女性の割合 9% ということで、まあ、本土道庁においては過去最高なんです。ただ他の県と比べますとやはりまだまだ低い状況になっています。まあ、これは特定事業主行動計画に基づいて、女性職員、結婚や出産などさまざまなライフステージの変化に応じて柔軟に対応して意欲や能力を生かして働き続けることができる、そういった環境づくり、こちらを進めていかなければならないと思ってますし、またキャリア形成ですね、まあ、将来に向けてそういった裾野を拡大していく、まあ、そのことに重点を置いて中長期的な視点に立って人材を育成をしていく、このことも重要だと思ってます。まあ、いずれにしても女性登用の推進、これをしっかり取り組んでいきたいというふうに考えています。話題変わりまして、TCP の関係についてお尋ねいたします。国がですね、福島原発事故の影響を受けた地域の TCP 廃棄物、これは室蘭市内でですね、処理する計画を、まあ、先般発表されました。まあ、この計画に対する知事としての受け止め、まあ、認可するかどうかという観点からなんですけれども、まあ、その受け止めとですね、国に対してこう何らかの対応を求めていく考えはあるんでしょうか。お聞かせください。国から示された処理計画でありますけれども、放射性物質による影響がないことが確認できた高濃度 PCB 廃棄物を搬入処理するということとしているわけでありますが、やはり室蘭市における、まあ、そういった PCB 廃棄物処理事業を進めるにあたって地元の住民の皆様からですね、この安全安心の確保は何よりも重要だということでご心配のそういった声などもあるわけであります。道としてはですね、この室蘭市とも調整をしながら、こういった地元の住民の皆様に対する十分な説明をやはり国としてしっかり行っていただきたいということを求めていきたいと思いますし、まあ、その環境モニタリングの実施だとか、まあ、そういったことについてもですね、しっかり対応を求めていきたいというふうに考えています。よろしいでしょうか。他にご質問ございますか。はい、通信の後藤です。厚生労働省の職員が呼びかけに反してこう多人数で会食をして処分を受けた事案があると思うんですけど、こういう事態というのは仮に北海道で起きた場合というのは北海道庁としては処分というのは適正だと考えてやっていくのかどうかというところ、そこについて伺いたいと思います。厚生労働省の職員の方がその深夜までその4人ずつ会食してたということでありますけれども、まあ、これはですね、道では職員の感染防止拡大防止対策ということで定めまして、感染リスクを回避する行動として、まあ、これは道民の皆様に求めております黙食ということで、4人以内短時間深酒をしない、まあ、大声出さない、お会話のときますということでお願いをしてまして、職員に周知をしてきています。で、この年度初めの人事異動ということで、まあ、人も変わりますので、そういった状況がですね、飲食につながるそういった歓送迎会、こういったものなど控えてくださいということで、周知徹底を図っています。で、今回、厚生労働省の職員による、まあ、そういった報道も受けまして、3月の31日と、昨日4月1日に、2回に分けて改めて全所属に対して飲食につながるこの歓送迎会の自粛と、飲食の際は業種別ガイドラインや新北海道スタイルの実践などをですね、宣言している店舗を利用して黙食を遵守するように周知を行いました。
このような対応をとっています。党としてですね、この厚生労働省で発生したような、そういった不適切な飲食の事例が発生した場合、これはもうないように絶対しなきゃいけないわけですが、事実関係の把握を行った上で、適切に対応していきたいというふうに考えています。絶対ない方が当然いいので、一応その職員の処分というとどうしてもやっぱ人の人生に関わることなので、そこをどうなるかなと思って気になった次第でありまして、それで一方でその懲戒処分の指針にですね、北海道庁の今の考え方っていうのは、ざっくりと多分勤務態度が悪い場合というパターンと、犯罪を犯した場合に処分になるということになっていると思うんですけど、自粛呼びかけに対して守らなかったとか処分の対象として想定されてないのかなとも思うんですが、その辺というのはどうなんでしょうか。問題点というか改善点というのは、そういった対応も含めてですね、まずは事実関係が仮にあった場合は確認をして適切に対応したいと考えています。わかりました、ありがとうございます。他ご質問ございますでしょうか。よろしいですか。はい、それでは以上で本日の定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。